はい、というわけで、このゲームクリアしたんですけれども、隠しエンディングがあるということで、なんかすごい終わり方だったからな。というわけで、ちょっと攻略を見ながら、やっていこうと思います。まあ、やっぱり予想通りというか、あれですよ。弾を、なんか引っ張ってバッチンするのを全部やるといいみたいですね。こっちあるみたいです。まあ攻略見ながらやっていこうかと。あれ今言ったっけ？なるほどね。まあ、でも初回にしては意外と見つけられたのかなとか思ったり。あ、これ？こっちか。よう倒せんな。ぶっつんと。オッケー。よどんだ水。で、次いきますか。これが6だから次7ですね。トウモロコシ畑に入ったら、四角を連打しながら移動しましょう。何かを掴んで止まる場所があります。ほう、いきますか。四角連打。大丈夫なのかな。すげえ連打してんだけど俺今。お、ここだ。あります。地面に扉があるので四角と上。あれ？これでいいんだよな。おお、でっけえ。これみたいですね。いや、わかんねえよ、これ。お、すげえ。なんだ、ここ。暖炉かと思う。おお。バッチン。フィールドリサーチ。なるほど。何個あるんだろうね、これ。なんかこっちにもあ、開かないっすね。関係ないのかな。まあいいや、じゃあ次行きますか。次、789ですね、ここ。小屋のパズルを解いた後、屋根か。豚荷車の左の小屋にぴったりと移動。荷車に乗って、なるほど。これから、こうやって降りた後に、こいつ左に持ってくってことかな。なんかあるね。こうか。なるほど。ほう。豚。だよな。匂いとかすごそうだな。こっちか。あった。すげえ。ふい。ブーフーウー。どういう意味なんだ？9、10、11、12、13、14、ここですね。左後方に取り残されて。落下するも無事に着地。頭上に金庫が見える場所。向きを変えてから上昇させる。金庫が落下して地下に穴が開いてるので、その穴に入って、これか。俺これやんなかったっけ。やった気がしないでもない。てかやったべ。 一応行こう。これだと俺、こっちがだって、これ、これか。やったな。こ
こっちが俺正規ルートだと思っちゃったかな。あ、もうあれか、やったやつはなってるんだ。色がなかったね。こういう感じなんですね。じゃあ次行きますか。15、16。ここっすね。ここはやってない。あ、いや、下だな。看板の骨組みを抜け、屋根を、左、ここやったね。じゃあ当分ないんですね、この後。17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29、30ですね。海底か。水中の壁の骨組みを抜けるパズルをクリアして、俺が最初詰まってたところか。ん？ってなったところか。あれ、これどうすんだっけ？では、潜水艦ジャンプさせた後、赤い扉を突き破って、そこの赤い扉を抜ける前に下まで潜り、え？ちょっと待って、もう一回、下まで潜り、四角い箱に体当たり、その先にパズルがあります。あ、なんか見える。これかー。もっと鹿かな。パズルがあります。パズルなんですね。一回でも地上に。おい。あれかー。あ、で、やらせんのか。上がってこい。これ上がってこれない感じ。これどうすりゃいいんだ。ちょっと待って。落っこちたよ。すげえな。もう一回自分が入ってってことか。すげえな。 こうなるのね。結構手間取っちまったな。会に属する二人の友か。なんで人形。31。次31ですね。人形。浜辺で石飛ばし、その先に。赤い扉で閉じ込められた後、すぐ天井を突き破る。こいつか。どこだ？赤い扉閉じ込めた後か。近寄らせねえぞ。この距離なんだな。光が苦手。閉じ込めた後、すぐ上のこれか。
突き破り、左へ進むと壁の高い位置にはしごが見える。こっち来たっけ。ああ、なるほど。見えました。骨組みに向かって2回ほど突撃する。ああ、そうなんだ。こういうことか。であれか、足場ができんだ。なるほどね。ちらおちら、ほー、こんなところが。ガシッ、絵画。あ、これ？ほう。さて、次行きますか。32、33、34っすね。うん。協力させて引っ張れ。うん、ヘルメットかぶった。左足にある2と書かれている足場。あ、これあれか、松明のところか。じゃあやったな。うん、またここから飛ぶんですよね。35、36、37、38、40、41、42、43、44っすね。ここだな。小休止。あ、いや、小休止は取ったぞ。上に行くやつだよね確か。うん、なんで次か。45、46、47。あ、これもあれか、泳げるようになっちゃったとこか。うん、海底を進んだ後、右の建物を通過。建物を通過した後にロード47。右の穴には進まずにそこを目指して。ああ、ここで下に行くんですね。あっこ、確かあれか、スクリューのとこだよね。うん、壮大だ。そこを目指して。うわ、それっぽいものが。レバーを回した。ん、そこを目指して。左の扉。あ、これか。そこ過ぎた。こんなところが。なんだなんだ、な、長い。なんだこれは。あ、光か。竜宮の使いかなんかかと思った。こんなところに。へえ。ぐいっと一発。底知れぬ深さ。深いですね。この辺からもあれだもんな、息とかも。次っすね、48。
スポットライトを避けながらハンドル、ああ、足場がちょうど真下に来たら左に戻って水中へ。ん？何？ん？どういうこと？まあ、ハンドルを回して光を遮る足場がちょうど真上に来たら。真上に来たら。左に戻って水中へ。ほう。これっすよね。危ね。ガバガバ判定。まあ、こんぐらいガバじゃないと安心でき。なんか、ああ、なんか下の、あれとかん、なんか関係してんのか、下のやつと。一瞬動いてるな、そういえば。なんか。あ、やべ、え、く、くそ、ダメだった。トロフィー探しで死んだんだけど、かんな、ダメでした。真下ぐらいだから大丈夫かなと思ったら、ちょっと左でしたね。欲が出ちまったな。下、戻って下に、これか。あれを動かしたことによって何かが、なんか、まあ、とりあえず関係あるんだろう。これか。時計仕掛け。なるほどね、そういうことか。よし、次。50。ん？俺、ここやんなかったか？振り返りの。これ、あれだよね、右の方にあるやつだよね。ここ多分やったよね。じゃあ、次。次54、オフィススペース。ああ、これあれか、4号組使うやつか。54もやりましたね。53、54。これじゃ半々に分けてやるとこだね。で、56、57。ん？違うな、54、55、56、57。ここか。ここにあるのか。本数の筒が入ってる赤いドラム缶の先をジャンプ。赤いドラム缶の、え？何？どういうこと？本数じゃない、数本か。赤いドラム、ジャンプしてはしごにつかむ。はしごを登って右に進むと。あ、これ上行けたのか。完全にもう下しか目に入ってなかった。 これやってないよね。へえ、こんなふうに、え、でかっ。最後の一つ。これもしかして今までのやつやんないと見れないとか？一応これで全部見たいっす。で、トウモロコシ畑に戻るっぽいっす。
567。あ、最初行けなかったところか。行けなかったとこ行けんじゃないですか。行ってみようか。突っかかると。これでか、丸尾出発じゃダメなのか。あ、丸尾出発でいいじゃん、これ。連打なんかしなくて。これがあれじゃない？聞くようになんじゃない？関係ねえ。あ、なんかコマンドがあるみたい。左左左、上上、右左、右右右、上上、上右と操作すると、もうなんか動かしちゃったんだけど。もう一回やろう。左左左、上上、右左右右右、上上上右。置いた。これ隠しエンディングみたいです。もしかして生還ルート？暗いな。狭い。長いっすね。死にはしないのかな。なんじゃい。あれだ。ヘルメットっつうか、上か。動かせない。終わりか。終わりだ。これ隠しエンディングみたいっすね。あれで、最後のやつを、やったことによってどうなるんだ？あれか。エンディング。いや、なんかでもそれ以外書いてないな。ちょっと待ってください。まあ、一旦切りますか。考察をちょっと読んだんですけど、なるほどなと。要するに、ヘッドギアを、なのか？つけてたのが、のに、この主人公も操られていたと。そうか、そういうことなのか。まあ、抜いちゃったんだけど。だから、自分動かしてるやつの電源を抜いちゃったみたいな。だから、傀儡のように動かなくなってしまった。こいつもだから人形だったと。なるほどなと。そういうエンディングだったのか。というわけで、僕のインサイドはこれにて、終わりたいと思います。すごい、なんか 最後が本当にすごかったからな。なるほどなといったところでしょうか。すげえ面白いゲームなんで、おすすめをします。ぜひぜひやってみてよと思います。まあでもやっぱあれだよな、初見で見ちゃった人はちょっとあれかもしれないですけれども、まあまあまあ、雰囲気はすごいいいんで。というわけで、お疲れ様でした。